2001年イギリス国勢調査時のイングランド及びウェールズにおける信仰をジェダイと回答したものの分布。国勢調査で宗教をジェダイと回答する動きは2001年に英語圏の国々で始まった草の根運動が国勢調査の宗教を問う説問に対して SFA がスター・ウォーズの架空世界における宗教的組織に近いものとして描かれているジェダイの騎士たちにちなみ ジェダイ、ジェダイの騎士と回答することを呼びかけたことによって起こった。2001年にイギリス、オーストラリア、ニュージーランドなどで国勢調査が行われた際、これに先んじて宗教を問う設問にジェダイと回答することを呼びかける電子メールが英語圏で多数流れた。この種のメールが最初に出現したのは3月上旬のニュージーランドであったという。当初のメールには 電子メールの影響力の実験だとする意図の説明と、ともに8000人がこう回答すると、ニュージーランド政府はジェダイを正式に宗教として認めることになるという趣旨の記載があった。2001年イギリス国勢調査において、イングランドおよびウェールズでは、ほぼ0.8%に相当する39万127人が宗教をジェダイと回答したが、この数は、宿教、ユダヤ教、 仏教よりも多く、この地域における4番目に大きな宗教ということになった。特にブライトンでは、ジェダイと回答したものは人口の2.6%に及んだ。地域全体における宗教の構成比は次のようになった。国勢調査の実施に先んじて、宗教を問う説問中に関連して、罰金などの処罰は行われないことが確認されていた。これは、 2000年国政調査法のセクション1に基づいており、その内容は2000年国政調査法のセクション8を修正し、何人も宗教に関して詳細を述べることを拒んだり、無視することを理由に、セクションに定める処罰を課されることはない。ホーリ y Fusing o ネグレク l e ング、i n g To s t a ー e Any Particulars in r e ョンと述べるものであった。この修正により、 2000年国勢調査令や2000年国勢調査規則も修正された。ジェダイはイギリス国勢調査においてそれを指す固有のコード896を付与された。国家統計局の担当者はこれは単に宗教の質問に対してよく回答される言葉を登録したということでしかないと指摘し、これによって何らかの地位が公的に承認されたわけではないと述べた。 国勢調査の報告と分析の責任者であるジョンプリンガーは自らをジェダイとして記録しておこうと思わなければ調査票の記入をしなかったであろう人々が多数いたであろうからこのジョークは国勢調査の質を向上させる役に立ったのだと述べた国家統計局は総計の人数を公表するプレスリリースに39万人のジェダイたちがいると見出しをつけた 2005年、新たにカンブリア州のコープランド選挙区から選出された労働党の国会議員、ジェイミー・リードは議会における諸女演説において自分は初のジェダイ議員であると宣言した。この発言は当時議論されていた宗教的像悪の扇動に関する法案をめぐる文脈の中でなされたものであり、リードの事務局によって真剣な信仰告白ではなく、 ジョークだったことが確認された。その後の委員会における審議の中では、ビリコンフィールズ選挙区選出の保守党議員、ドミニク・グリーブが、ちょっとしたジョークとして提案された法によって保護される対象から、サタニズムや生贄の支持者と共に、ジェダイを除外すべきだと述べたが、これは法において、宗教的信条を定義することが困難であることの例示として言及したものであった。 同様に、2006年4月には、ゲインズボロ選挙区選出の保守党議員エドワードリーが、教育、観察法案の委員会審議の中で、もし自分が、ジェダイの騎士の信仰に基づく学校を開設しようと、したら、それは認められるのか、と質問した。2006年11月16日、国際関与デーに際し、二人のジェダイたちが、国際連合事務局に当てて、 抗議書館を送った。この手紙は、広告会社グローバルトレランスのサイモン講演が書いた、この日の名称を国連政官官用デーに改めることを要求する内容で、そこでは2001年国勢調査でイングランド及びウェールズに39万人のジェダイたちがいるとされたことが引用されていた。2011年国勢調査によると、 ジェダイの数は減少して176,632人となり、ユダヤ教や仏教に抜かれて第7位となったが、その他の宗教に分類される他の様々な宗教や、疑似宗教類よりも、抜群に多い人数であることに変わりはない。サクソンのビフバイフォードはフェイスブックで、国勢調査に際し、ヘビメタルを宗教として回答するよう呼びかけていた。同様の呼びかけは、雑誌、 メタルハマーも読者に対して行っていたが、その結果、この回答も6242人となった。スコットランドでは、2001年の国勢調査において、現在進行している宗教として14,052人が、ジェダイと回答し、また生まれ育った宗教として2,733人が、ジェダイと回答した。 宗教をジェダイだと回答した人の比率はイングランド及びウェールズより低く0.277%にとどまった。2009年4月、スコットランド最大の警察組織であるストラスクライド警察に勤める警察官の中で8人が自由記入の調査票に自身の公式の宗教をジェダイだと回答していたことが明らかになった。ことの詳細は 情報の自由に基づいて雑誌ポリスレビューが行った情報公開請求によって明らかになった。オーストラリアでは2001年の国勢調査において人口の0.37%にあたる7万人以上が自分たちはジェダイの騎士団の一員であると宣言した。オーストラリア統計局は公式プレスリリースを出しこの問題についてのメディアの関心に応じた。 ABS は声明で、ジェダイに関係する回答はすべて定義なしと分類されるとし、国勢調査におけるこのように誤解を呼ぶような回答や虚偽回答は社会的影響を生じさせると強調した。ABS のスポークスパーソンは、国勢調査結果のデータが6月17日に発表された後も色々あるジェダイ関係の回答を個別に数えるために、 さらに分析が進められているとも述べた。ジェダイの一員と宣言しようという呼びかけは、オーストラリアにおいてインターネット上で起こった最初のバイラル現象の一つであった。この発想を広めるために設けられたウェブサイトは、開設から5週間のうちに10万件以上のアクセスを記録し、2001年10月21日には、ウェイバックマシンにもアーカイブされた。 2006年の国勢調査では58,053万人のジェダイが記録された。2011年の国勢調査ではジェダイの信者は2006年より増えて64,390万人に達した。宗教社会学を専門とする社会学者アダム・ポサメは国勢調査におけるジェダイ該当の現象に関心を寄せ、著書デリジョンポピュラーカルチャー A ハイパー リアルテスタメントの中でこの問題を取り上げた。ポサメの研究はジェダイ,イズムを特定の方法論的分類の文脈に位置づけ、そこにオーストラリアにおける新宗教への敵意が現れていることを示そうとするものであった。2006年の国勢調査を前に、そこでジェダイと回答することが虚偽ないし誤解を招くような情報提供をしたとして、 罰金刑に相当するかもしれないという議論がいくつか報道された。ABS は2001年調査の際のこの問題について極めて安堵しているとし、少なくとも過去15年間にそのような理由で訴追された者はいないと表明していたが、それにもかかわらずそうした報道が出た。2016年の国勢調査の前には無心論者たちが 特定宗教の信仰を持つ者として数えられる恐れがあるとして、ジェダイを回答に用いないよう呼びかけた。オーストラリアスターウォーズ鑑賞協会の代表を務めるクリス・ブレナン氏は、この運動の背景に伝統的な宗教への幻滅があると話している。ニュージーランドでは2001年の国勢調査の際に、ジェダイという回答が5万3000人以上に上った。 この年の統計を比べると総人口に対するジェダイの比率は世界最高で人口の1.5%が宗教としてジェダイを挙げた。ジェダイの人口密度が最高だった都市はダニーデンであったという。ニュージーランド統計局はジェダイ回答を了解できるが参入しないものとして扱った。宗教の構成比は次のようになった。5年後、ニュージーランドでは ジェダイの数が減少し、2006年の国勢調査で自分の宗教をこう表現した者はおよそ2万人であった。クライストチャーチにおける地震の影響もあって、2011年の国勢調査は調査が完了しておらず、その後もこの数字の減少が続いているのかどうかは分かっていない。カナダでは2001年の国勢調査において2万1000人が宗教は ジェダイの騎士であると回答した。この事実を理由の一つとして首相府は40ページにも及ぶ任意回答の国勢調査用紙を作成した。2011年の全国世帯調査では人数は9000人に減少した。2012年5月に行われた2011年国勢調査の検討の中でアイルランドの会員であるドイルエアランの決算委員会は 中央統計局に対して自己申告による回答の信頼性を問いただす中でジェダイを宗教として回答した人々の例を挙げた。これに対する答えは自身についてそのように宣言した人々の数についてはお答えできるかと思いますがそれを交換はしません。というものだった。2016年の国勢調査の結果において30人以上から 回答があったすべての宗教を思羅らした一覧には2050人から回答があったジェダイの騎士が掲載された。チェコでは2011年の国勢調査において15,070人が宗教についての任意回答の設問にジェダイと回答し、統計局はこれをジェダイの騎士たちの道徳的価値観と表現した。当局はこれは国際的な現象であると述べた。 2011年の国勢調査の用紙は、宗教を具体的に選択肢として列挙するのではなく、空欄に記入する方式が取られており、用紙に記入する時点でこの現象に気づいていなかったものによって作為的に膨らまされることはなかった。一方では、多くの人々が2011年の国勢調査以前の時点から国勢調査の内容や莫大な経費、 強制的な記入などに対する抗議として宗教にジェダイと回答するよう議論やメディアを通して働きかけておりおそらくはそれが原因であったと考えられている。ジェダイの数が最も多かったのはプラハであった。チェコ統計局はジェダイの倫理的価値観に共感する人が多いためだと見ている。クロアチアでは2011年の国勢調査において303人が ジェダイを宗教として回答した。2012年には640人のセルビア人が自らをジェダイだと称しているとされた。モンテネグロでは2011年の国勢調査の際に民族を問う説問に対して若者たちの集団が自分たちはジェダイであると宣言したが、これは現代において民族は問題とされるべきではないという信念に基づくものであった。 2015年4月6日、大学にジェダイと仏教の寺院をそれぞれ設けることを求め、数千人のトルコの学生たちが声を上げて立ち上がったが、これは各大学の学長たちが大きな要望の声があると強調して、大学キャンパスに次々とモスクを建設したことを受けてのことだった。西部イズミルのドクチェイル大学の学生たちは、ジェダイ寺院のキャンパスへの建設を要求した。 この地上では、ジェダイはいよいよ少なくなっている。最も近い寺院は何十億光年もの彼方にある都成岩文には記されていた。さらに、教育のないパダワンは暗黒面へと落ちてゆく。新たなジェダイを集め、ホースに均衡を取り戻すために、我々はジェダイ寺院を必要とするとも述べた。 生願書には change.org で6000人以上の署名が集められたが、もちろんこれは、スターウォーズの架空世界における有名な騎士たちに言及したものである。change.org のページには、スターウォーズエピソードにクローンの攻撃から取られたジェダイのグランドマスターであるようだが、若いジェダイにライトセーバーの使い方を教える画像が用いられていた。この生願を起こしたのは、 アンカラ出身で、当時18歳だった、コンピュータ科学専攻の学生、アキンカガタイカリスカンで、我々は信仰の自由を求める。モスクは、どこにでもあるが、ジェダイ寺院はそうではないとしていた。カリスカンは、彼が始めた、誓願の影響の大きさに驚き、こんなに支持者が出るとは思わなかった。きっと100人くらいかと思っていたと述べた。オーストラリア無神論財団は、 無宗教者たちの人数が国勢調査において実際より少なく数えられることによって彼らの政治的影響力がそがれる恐れがあるとして無宗教の個人が何であれ冗談の回答を記入することに反対している。ありがとうございます。